MX、バラ色ダンディ、終了の最大要因は、マツコも発掘元常務の辞任深和良も守った男の、退社で極崩壊級激震。東京 MX の看板番組とも言えるワイドショー、バラ色ダンディかつ、金曜午後21時からが月すると6月27日配信の、ニュースポストセブンが報じた。その理由は予算の問題と視聴率低下だというが、 他にも言われていて。バラ色ダンディは2014年4月より生放送で放送されている情報ワイドショー。月木曜の MC をタレントの深和良49が、金曜の MC を俳優の原田隆軸53が務めている。曜日ごとにダンディと呼ばれるコメンテーターが出演し、ザックバランなトークや歯に気抜きせぬ発言でローカル放送ながら話題性も抜群だった。 しかし、生放送に多くの芸能することもあり、ギャラを含めた制作費が他の番組に比べても高いこと、全身番組、日本ダンディーから似たような構成の番組が続いており、マンネリ化もあってか視聴率が少しずつ下がっていたことなどの理由が重なり、開始10年という節目ことになったとされる。MX 関係者が話す。 制作費と視聴率のバランスが取れなくなったことももちろんありますが、それ以上に番組を立ち上げた東京 MX の女無取締役だった A 氏がこの4月に退社したことが言われています。現在50代の A 氏は1995年に MX に入社。同局の2枚看板番組とも言えるバラ色ダンディーと5時に夢中。 を立ち上げた人物として知られる。敏腕テレビマンで MX といえば A 氏というぐらいの存在でした。MX は東京のローカル局ですが、A 氏の名前は芸能界にも広く轟いていて、大手芸能プロダクション幹部や芸能人ともつながりがあり、彼らからの信頼も厚かった。超売れっ子になってからもマツコデラックスさん51は5時に夢中に出演していますが、 2005年という早いタイミングを早々に起用したのも A 氏でしたし、今も松子さんがローカルの同番組に出続けているのは A 氏の存在が大きいと言われています。全同2017年には稲垣五郎50が5時に夢中に追い出ん。ニュースの小山圭一郎40も月曜に各週出演しているが、普通は MX に出ないような人気タレントを引っ張りするのも A 氏の手腕による。 ものが大きかったようだ。そんな A 氏について4月26日、MX が不適正な経理処理によって辞任することを発表した。同局の発表によると、2015年から2023年にわたって取引先との飲食の領収書業者に渡し、VTR 制作費として虚偽の請求をさせ、接待交際費を捻出していたという。 その金額は累計で約3500万円にも及んだとされる。そのように発表がありましたが、実は少々違う話も聞こえてきています。X は東京都から出資を受けている曲ですから、制作費や接待交際費もシビアに見られます。そんな曲に文化のないバラエティ番組や情報番組を作るため、 A 氏は自腹を切って人脈作りをしてきた人物としても知られていますから、ね、の MX 関係者。A 氏の辞任を報じた記事によると、5時に夢中がスタートしたばかりの頃、A 氏は自腹を切って六本木や西麻布を飲み歩いて人脈作りをし、そのために200万円もの貯金を切り崩したという。辞任することになったのは、 いわゆる派閥争いも絡んでいたとも囁かれています。A 氏のことをよく思わない派閥があり、彼を追放しようという動きがあったり、足を引っ張られるようなこともあったと言われています。そして4月に不祥事の発表があり、A 氏はもういられないと辞任してしまいました。そのたのがバラ色ダンディ。A 氏の退社で同番組の終了は決まったと言われていますね。 全土、バラ色ダンディ、MC の深川は6月27日の番組内で、マンスリーアシスタントの山田邦子こ、64に向かって1万回目指しましょうね、と唐突に切り出し、CM に入るタイミングで、まだまだ続きます。まだまだ続きますよ、と意味深発言をしていた。深川さんは過去、 5時に夢中の出演者とトラブルになって裁判にまで発展してしまった。その際にも A 氏は深川さんを守り番組に出し続けたんです。深川さんは A 氏と番組に恩義を感じているからこそまだまだ続きます。といった発言をしたのではないかと言われていますね。キー局の番組に引っ張りだこになった松子さんにも5時に夢中からのこびたびあった。 そんな際に松子さんを引き止めていたのも A 氏だったんです。しかし、その A 氏が MX を去ってしまった。今、関係者の間で言われているのは、終了が報じられた、バラ色ダンディだけではなく、5時に夢中も危ういということ。松子さんの出演も今後はどうなっていくかわかりませんし、バラ色ダンディに続き、5時に夢中も非常に不穏だと言われていますね。 全室の MX 関係話題の番組を続々と世に送り出してきた敏腕テレビマンを失った今、MX には大激震が走っているようだ。バラ色ダンディーに木曜バーディーとして出演中の元グラビアアイドルで俳優タレントの橋本マナミ Q は6月21日にインスタグラムを更新してまたにティフォトをアップ。幸せそうな表情を浮かべるその姿に、マナミさん。 妊婦さんでこんなに綺麗でキラキラしてて素敵すぎます。橋本さん、安産を願っています。生まれた時にはインスタアップをお待ちしています。母の顔、神戻りし,しいですね。といったコメントが寄せられた。